主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通史日本の交通史街道、浦賀道浦賀道は、浦賀へと至る東海道の脇を噛んである。ほどがや塾と戸塚宿塾より伸びる日本の道があり、三浦半島各地へ向かうための交通路として利用されていた、浦賀街道とも呼ばれる。771年に武蔵国を編入するまで東海道は、 三浦半島から対岸の和佐国へ抜けており、鎌倉馬堀付近の経路は後の裏道と重なる。鎌倉時代には鎌倉から三浦半島へ通じる唯一の道として重要視されていた。また、ほどがやからの道は鎌倉時代に開かれたとされる。江戸時代に入ると江戸湾港に位置する裏がが発展し、街道の重要度も増していく。 江戸湾に入る船舶の監視を行っていた下田奉行が、京方5年に裏側へ移転すると、幹線道路として整備された。特に黒船来航など外国船が、しばしば来訪した幕末は、人馬の往来が盛んであった。明治に入ると、横須賀が軍港として発展し、横須賀陳府などへのアクセスに利用されるようになる。横須賀市外から、 北の区間は1879年に県道、1887年には国道45号に指定された。この道は1920年に国道31号、1952年には現在の国道16号となっている。また1897年には横須賀から裏返至る乗り合い馬車、1913年には乗り合いバス路線が開通した。 しかし海岸線が複雑な横須賀市内の区間では、険しい山道となるなど不便であり、金沢と横須賀や浦賀を結ぶ海運も利用されていた。軍港が拡張されると横須賀が航路から外れるが、1889年に横須賀駅へ至る鉄道が開通し、主要な交通路となる。さらに1891年には、地元の有力者により吉倉トンネルが開通。 大正期に入ると、船越、浦号、田浦と現在国道16号となっている道路トンネルの開通が相次ぎ、浦賀道はその役割を失っていった。現在も幹線道路となっている区間はほとんどない。ただ、横須賀市はかつて道筋の一部に横須賀古道散歩と称する案内湾を設置している。小戸ヶ谷塾から東京湾側の六浦港、 横須賀を経由する道と戸塚塾から相模湾側の鎌倉、葉山を経由する道があり、前者の無通来北は金沢道、また後者は鎌倉道とも呼ばれた。小戸ヶ谷塾からは東京湾側を南下する。金沢までは並行する京急本線や国道16号より内陸部を通過していた。なお、この付近の国道16号は現在横須賀街道と呼ばれている。 六浦では、鎌倉へ向けて、朝日七霧道をを越え半島の付け根を横断する、六浦道が接続した。六浦から横須賀へは、海岸線近くまで山地が迫る急峻な地形で、13、峠などの険しい峠道や、尾根筋を越えて民家が並ぶ宿の間を結んだ。現在では、国道が何本ものトンネルを抜けて走り、かつての道は、 宅地造成などで消滅している箇所も見られる。現在の横須賀市中心街近くを過ぎると、県立大学駅付近から、京急本線沿いに平地を進むようになる。このあたりは、埋め立てが行われる、以前の海岸線近くであり、陣屋が設けられていた大津で、戸塚、鎌倉方面からの道が交流する。馬堀から、最後の難所となる、矢野津坂を越えると、裏側へと至り、 さらに三崎へと続く三浦王冠が伸びていた。戸塚からは東海道本線、横須賀線と並行する経路を取り、鎌倉へと南下する。鎌倉の行き下では、六浦道や藤沢宿、江ノ島へ向かう道が接続し、名古屋切り道を抜けて、葉山方面へと進む。葉山大道では引き続き、相模湾側を南下し、三崎へ向かう三崎道が分岐し、 東へと進路を変える。その後は半島を横断し、絹笠駅付近を経由して、大津で蒸気の経路に合流する。鎌倉前後の霧通しや、半島中央部の三浦丘陵を越える道のりとなる。ものの、横須賀北の山道を避けてかこちらの道が一般的だったようである。浦賀奉行も江戸との往来に利用したとされる。宿場に相当する施設として、神馬の継ぎ立てを行う。 次立場が設置されており、近隣の村はスケ号に指定されていた。ありがとうございます。